こんにちは、カサライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はハッシュドビーフを作ります。材料は玉ねぎ2個としめじとマッシュルーム、それから牛肉です。玉ねぎを切り終えて、マッシュルームを切っていきます。じわじわとなんか玉ねぎが目に染みたり鼻水が出たりしております。玉ねぎとしめじとマッシュルームを炒めていきます。
山盛りになっちゃったのでゆっくり炒めていきます。牛肉は別の鍋で炒めます、まあ、ちょっとしばらくこのとにかく野菜がしんなりするまで炒めます。野菜はほっといても大丈夫そうだったので牛肉を細切りにしています。これに塩コショウをして小麦粉を振ります。牛肉にちょっと適当に小麦粉を振りました。
別のフライパンで牛肉を炒めます。ここでトマトの水煮缶を入れます。缶を洗うような感じで缶1杯分の水を入れます。味は見ながらなんですけど、一応ケチャップを大さじ3杯入れました。ウスターソースを大さじ1入れました。トマトジュースをカップ1杯ぐらい入れました。蓋をしてよく煮込んでいきます。
胡椒を振り入れます。味を見ています。ウスターソースを大さじ1杯追加します。ケチャップも大さじ1追加しました。しばらく煮込んでいきます。塩を小さじ2分の1足しました。ちょっと初めて習ってから作るので、作り方だけ聞いて、あとは味付けは適当よって言われたので、ウスターソースとケチャップは入れるということを聞いて、まあ、食べさせてもらったので、その味に近づけるようにちょっと適当に調味料を足しました。塩を小さじ2分の1もう少し足しました。これで多分美味しくできたと思います。ハヤシライスできました。これ全然バターも入れてないし、サラダオイルで野菜とお肉をそれぞれ炒めて合わせて、あとケチャップとウスターソースと塩、それで味付けましたね。あっさりして美味しいです。でこれで、まあ、バターを入れるんだったら、ちょっとご飯にね、バターちょっと入れてバターライスなんかにすると結構良かったりしますね。あと最後にパセリなんか散らすといいです。今日はこんなハヤシライスと、そしてサラダをちょっと作ったのと、お漬物で食べようと思います。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。ハッシュドビーフ美味しくできました。次の日がね、さらに美味しかったです。味が馴染んで。お客さんが来るんだったら次の日に出すといいと思います。